念祖を伝えします。登庁した中国東方非文化開拓発展協会会長から朝鮮民主主義人民共和国国務委員会金正恩委員長に贈り物が贈られました。18日、中国東方非文化開拓発展協会代表団団長である夏季会長が最高人民会議常任委員会金元で副委員長に贈り物を手渡しました。10日と11日、各国の報道機関が、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会金正恩委員長の革命活動を報じました。朝鮮労働党委員長である、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会金正恩委員長が、中国共産党中央委員会総書記である、中華人民共和国の習近平主席に再会したことが、今後民主共和国地思想研究全国委員会のホームページに載りました。そして金正恩委員長が朝鮮労働党中央委員会第7期第3回総会を指導したこと、文在寅大統領と歴史的な対面をして会談を行ったこと、中華人民共和国国務委員の国務委員兼外相にあったことが、ブルガリア朝鮮友好協会の会報に載りました。また中国の新華社、オンラインニュースの環球網、中国報道網、ロシアのタス通信、キューバのプレンサラティーナ通信、インドの新聞であるスポーツマン、タイムズオブインディア、インドアジア通信、ANI 通信、民放 ND テレビ、フランスの AFP 通信、ベネズエラのテレビ局テレスルト、テクトーサンチコ朝鮮友好協会、ポーランド朝鮮民主主義人民共和国探求のための国際親善発起、イタリア朝鮮民主主義人民共和国文化及び友好協会、今後民主共和国地質思想研究全国委員会の各ホームページは、アメリカ合衆国国務長官にあったことを伝えました。マスコミ各社は金正恩国務委員長の写真を共に載せています。朝鮮民主主義人民共和国国務委員会金正恩委員長が平壌市春区域の春村という町に住む金正勲章と労働英雄の称号を受けた三線老兵金則ちゃんさんの90歳の誕生日と、石炭研究員採掘工学研究所の研究者労働英雄と人民科学者の称号を受けた教授博士ヤンヒョンチャンさんの80歳の誕生日を祝って贈り物を贈りました。全国化粧品部門の学術討論会が16日から18日まで平壌化粧品工場で開かれました。朝鮮科学技術総連盟中央委員会の主催で開かれた討論会に、日用品工業省、平壌化粧品工場、新義州化粧品工場、国家科学院と金日成総合大学、韓独ス平壌軽工業総合大学などの科学者、技術者、教員が参加しました。製品のクオリティアップ及び分析文化と、原料、資材、設備の国産化分化に分けて行われた討論会では、60編余りの価値ある学術論文が紹介されました。また、講義とビデオの視聴も行われました。優秀な論文を出した人たちに賞書が授けられ、表彰がありました。三河南道水産管理局傘下の海面養殖事業所で生産に励んで成果を収めています。歴史的な4月東庁委員会総会の決定実行に奮起したここの人たちが、昨年同期に比べ昆布の生産実績を3割増に引き上げました。一方、事業所では各種海藻を収穫し、その都度人民に送るための手配も綿密に行っています。共和国の平壌北道で教育の条件と環境の改善で成果を達成しています。昨年に次いで今年に入り、これまで道では20棟以上の校舎を新設または補修し、1万点余りの教育及び実験実習用機材を教育部門に送りました。道内の勤労者はすでに収めた成果に基づいて、歴史的な4月党中央委員会総会の精神にのっとり、教育部門の支援に引き続き力を入れています。
共和国の各地で今年の春の薬草栽培月間にちなんで薬草と薬用の木を植え被害管理する活動が大衆挙げての運動として活発に行われています。各道市郡では数百ヘクタールの薬草産地をさらに造成できる適地への設計を完成し、主な薬草産地を薬草資源保護区に決めてその管理を責任持って行っています。各地の県道者は山はもちろん公園と遊園地、町と村に薬用の木と薬草を科学技術的に植えて管理しており、各学校で教材林と教材園により多くの薬用の木と薬草を植えて生産とともに教育事業にも積極的に寄与しています。まとまった資料によりますと、春の薬草栽培月間に900ヘクタールの面積に80万本以上の薬用の木が植えられました。トーパ・ミテールで歴史的な第3回北と南の首脳対面を祝う催しがありました。元ネパール政府首相のネパール統一マルクス・レーニン主義共産党高位指導者、ネパール政府の司法・議会担当省などの各界名士と市民、他の国名全権大使と大使館員が参加しました。催しでは北と南の首脳対面とパンムンジョム宣言についての紹介について発言がありました。発言した人たちは地球上の唯一の分裂国家である祖先で、この度またもや北と南の首脳対面がなされたのは祖先半島の平和と繁栄の実現で画期的意義のある出来事だと述べました。第3回北と南の首脳対面と会談を祝ってバングラデシュのジャティア党と共産党、マルクス・レーニン主義共産党、人民連盟社会主義党、バングラデシュ祖先友好連帯委員会、チュチャ思想研究所、戦軍政治研究会が合同声明を出しました。声明は、南三回北と南の首脳対面と会談や朝鮮半島の平和と統一を実現しようとも、朝鮮民族と世界の進歩的な人々の思考と願いに即して北と南の関係を発展させる上で大きな意義を持つ、朝鮮人民皆が北と南の関係の持続可能な発展と朝鮮半島の平和繁栄統一のための戦いで大きな勝利を収めることを望むと述べました。一方、第3回北と南の首脳対面を祝ってルーマニアの民族社会主義党最高理事会、ルーマニア勤労者協会、ルーマニア朝鮮友好協会がそれぞれ声明を出しました。19日、朝鮮中央通信社が朝鮮民主主義人民共和国赤十字会中央委員会スポークスマンにインタビューしました。先日、南朝鮮のマスコミを通じて北の海外食堂の女性の従業員の集団脱北事件の真相がとことん明るみに出たことを受けてのもので、スポークスマンは先日、南朝鮮のケーブル総合放送 JTBC は2016年4月にあった北の従業員の集団脱北事件が朴槿惠政権の謀略で、共和国の女性の公民たちが海外情報員によって強制誘引拉致されたことを、この事件に加担した犯罪者と被害者がインタビューでの陳述に基づいてことごとく暴いた。これで海外保守集団がこれまで吹聴した自由意志による集団脱北というのが当時の国会議員選挙での不利な状況を逆転させるためにでっち上げた反共和国の謀略、捏造劇であることが明らかになった。インタビューを通じて、傀儡保守集団のこの歯ぎしりする反人民の犯罪が公開されるや、南朝鮮の各界では非難の世論が沸騰している。怒り心頭に発した南朝鮮の各階層は、傀儡保守集団によって強制誘引拉致された共和国の女性の公民たちを直ちに送り返すことと、朴槿惠をはじめ事件に関連する者たちの司法処理、当局の公式謝罪と再発防止を強く求めているが至極当然だ。
見過ごせないのは当然この問題を担当して処理すべき南朝鮮当局が曖昧な態度を取り内外世論の要求に背を向けていることだ。南朝鮮当局者は当事者たちが面談を望んでいないので事実関係の把握に限界があったなどと責任回避に集中としているかと思えば共和国の女性の公民たちを共和国北半分に入ってきてスパイ行為、敵対行為をして法的に懲罰され抑留された犯罪者と交換できるなどという口頭無形な機弁まで世論に触れ回っている。我々は反共和国の対決と暴力の所管で極悪な反人民の犯罪行為である傀儡保守集団の集団的な誘引拉致事件をどう処理するかによって反文書の宣言に盛り込まれた北と南の間の人道問題解決の見通しに大きく影響されるだろうことについて南朝鮮当局に早期させるほかない。南朝鮮当局は、朴槿惠政権による前代未聞の反人民の野蛮な行為を認め、事件に関連する者たちを厳しく処罰すべきで、共和国の女性の公民たちを直ちに家族の元へ送り返すことで、北と南の関係改善の意思を示すべきだと述べています。南朝鮮のインターネットメディア自主事報によりますと、政党団体は15日と16日、共和国をターゲットにしたアメリカと南朝鮮当局の合同空中戦闘訓練を糾弾する記者会見を開きました。民衆党は韓州空軍基地の前で、戦争反対平和実現国民行動という団体はソウルのカンハモン広場でそれぞれ記者会見を開き、2018マックスサンダー合同空中戦闘訓練は、他の核心施設を断撃するための攻撃的な戦争演習だ。アメリカと当局が合同空中戦闘訓練を即時やめなければならないと主張しました。以上をもちまして、この時間のニュースを終わります。アナウンス担当は、チェ・ジョンイル・カンソニでした。こちらは、朝鮮の声放送です。その中にはコロイン学部の研究者イリン・ソルソンさんもいます。数年間の復習の結果、古典医学書の閲覧プログラムである遠い方巻の開発にこぎつけました。遠い方巻は朝鮮の三大コロイン学古典の一つで、16世紀のためコロイン学の発展の成果を集大成した本です。本は長い歳月を通して朝鮮人の生活習慣と体質に即して登場し発展させたコロイン学の治療法と処方が紹介された尊い文化財として世界的にも広く知られています。本さんは民族の尊い文化財を永久保存し科学研究と臨床に活用できるプログラムを開発する高い目標を立てて研究に打ち込みました。単なるプログラムの開発でなく伝統医学の発展のための重要なこととみなして全身全霊を打ち込みました。手っ取り早い方法を選ばず試作も捨てる情熱の限りを尽くしてコロイン学の発展に大いに役立つ完全無欠なプログラムを開発しました。東映法館の閲覧プログラムが開発されてコロイン学の開発を科学的で速やかに行うことがさらに裏打ちされました。そして現代医学の発展のトレンドに即して先進的な診断治療法を積極的に取り入れ西洋医学とコロイン学を密接に結びつけて人民の健康増進に寄与することができました。またコロイン学の治療原理と方法に対する研究と臨床治療でも初歩の進歩を遂げる見通しがつきました。皆さんの話です。
これからも条約修正法と違法類似をはじめ民族の尊い学区表をデータベース化して民族の優位性を生かしたいと思います。朝鮮労働党中央委員会第7次党最高総会で示された戦略的路線にのっとり、科学研究に知恵と情熱の限りを尽くしているキム・チョルソンさんです。伝統医学の発展の実り、高田医師とお話ししました。千里眼の一大医学、朝鮮人民がアメリカの侵略を退ける1950年代の戦争に勝った後の苦しい時、100年経っても立ち直れないというアメリカの基盤を破って、17年という短い間に社会主義工業化を成功裏に実現しました。当時の劇的な出来事の中には、偉大なキム・イルソン主席が労働者の中に入ってチョンリマの一大飛躍へと呼び起こした感動深い話があります。千里の馬というのは伝説上の翼に生えた馬のことで、一日に千里を甘かける馬、昔から速く走るという意味で使われました。その千里の狩る勢いで社会主義建設の各部門で大飛躍を遂げるということです。1945年、1956年12月金日成主席が当時の関村製鋼所を訪れました。その翌年から第一次五カ年計画が始まり、初年度の課題を達成するには9万トンの鋼材が必要でした。年代の計画を達成するための分解圧電機がこの関村製鋼所にありましたが、通常能力は6万トンでした。こうした状況下で一部の人は、8万トンの難しいことなのに9万トンとは話にもならないと言いました。しかし主席は労働者たちを信頼し、その力を頼りにすればいくらでも困難を乗り越えられるとみなしました。主席は製鋼所の生産現場を見た後、評議会を開きました。評議会で主席は第一次五カ年計画を成功裏に達成するためには、何よりもまず鋼鉄と鋼材が必要だ。そのためには労働者たちが千里馬を狩る勢いで、人が一歩歩けば十歩を歩き、人が十歩走れば百歩走らなければならないと言いました。そして破壊された経済をやっとのことで立て直した今、国と分子は党に反対し頭を持たれ、日和の主義者は圧力を加えており、アメリカ帝国主義者とリースンマン傀儡集団は国心騒ぎを狂ったように起こしている。党はひたすら労働者階級を信じており、また頼るところもあなたたちしかない。労働党のこうした厳しい難局を乗り切るためには、皆さんが規制を発展して生産に励み、建設も広く行って経済建設をもっと力強く前進させなければならないと言いました。この日主席は労働者の話を聞いて、増産の予備はいくらでもあるとし、1万トンの鋼材を余分に生産して9万トンを生産できないかと聞きました。一人の若い労働者が立ち上がり、どんなことがあっても1万トンの鋼材を余分に生産してみせますと答えました。これは製鋼所の労働者皆の思いでした。夜更けになって会議は終わりました。製鋼所を後にしながら、1万トンの鋼材を余分に生産してくれれば国は一息つく、私はあなたたちを信じていると言いました。その後主席が転じた飛躍の炎は国中に活火山のように広まりました。関村の労働者たちは6万トンしか生産できないという分解圧電機から12万トンの鋼材を生産し、当時のキムチェク製鉄所でも19万トン能力の高炉から27万トンの製鉄を生産しました。
そしてハウス製鉄所の労働者たちは3年かかるといった第1号航路と航空路を1年間につけました。空中にチョンギも羽ばたく一大不惑の時代が到来し始めました。チョンギマの一大飛躍、広大使とお話ししました。